プラネット・オブ・ザ・イップス・ p 猿の惑星は2001年のアメリカ映画であり、猿の惑星のリーマジネーション作品である。ティム・バートン監督、マーク・ウォールバーグ主演作品。本作は1968年の映画、猿の惑星をリーマジネーションして蘇らせた作品である。一般的にはリメイクと言われることも多いがこれは誤りとされ、監督はリメイクではなく、 リーマジネーションとしており、猿が人間を支配しているという基本設定以外は、全く異なるストーリーになっている。第22回ゴールデンラズベリー賞において、最低リメイク賞、最低助演団優賞、最低助演女優賞を受賞した、西暦2029年の近未来、新宇宙と呼ばれる土星周回軌道付近の宇宙空間にて調査、活動中であった、米空軍。 宇宙探索基地オベロン号には乗組員のほか、遺伝子操作により高い知能を得たルイジンザルが実験動物として乗せられていた。間もなく近隣の宇宙空間に奇妙な磁気嵐が発見され、チンパンジーのペリクリーズによる操縦で探査ポットが調査に向かうが、ポットはたちまち磁気嵐に飲み込まれ、やがて行進も途絶えてしまう。行方不明のペリクリースを救うべく、 宇宙飛行士のレオもポットで母船を飛び出して、後を追うが、やはり磁気嵐に吸い込まれ、とある未知の惑星に不時着する。そこは逃げ惑う原始的な人間たちが、高い知能を持つ猿に支配される世界であった。その後、猿の軍隊に捕らえられたレオは、猿の将軍、精度に、危険人物として睨まれるが、人間に、好意的なチンパンジーありの助けを得て、数人の仲間と共に、 町から逃走する。そして、沼地に水没していたポットから回収した通信端末を用い、オベロン号もこの惑星に到着済みであることを知ったレオは、地球機関のために禁断の地域や死を踏み入れるが、そこにあったのは、数千年前に不時して遺跡と化したオベロン号の残骸であった。レオがオベロン号に残されていた公開日誌から全てを知って絶望する一方、 これまで猿に抵抗する術を全く持たなかった人間たちは、レオの噂を聞きつけて集まってくる。そして、人間の抹殺を目論む制度率いる猿の大群も、すぐ間近に迫っていた。その他、滝沢久美子、村田竹葵、中村知恵、小林正宏、張克美、古田信幸、今井智彦、西前正久、佐々木健、花田光、斉藤水木その他、中田和宏、 七太大、中沢弥生、根本恵子、比久美子、高木活樹、七尾春日、山蔵香織、広田恒成、北川勝弘、手塚秀明、天田昌雄1 9 8八年、猿の惑星のファンとして知られるアダムリフキンは二十世紀フォックスに、続編の企画を持ち込み、二十世紀フォックスは、最後の猿の惑星の続編ではなく、第一作の続編とすることを条件に、 リフキンの企画を受け入れた。後年、リフキンは、猿の国は、ローマ帝国をイメージしている。だから、スパルタカスのイメージを取り入れ、主人公として、チャールトン・ヘストンが演じたテーラーの子孫、デュークを設定し、人類を率いて、猿に反乱を起こす脚本を執筆した。グラディエーターは、猿のマスクを被らないで、同じ内容を描いた映画だと述べている。タイトルは、 リターン r ザプラネットオブザ n e イプスに決まり、プリプロダクションに入った。特殊メイク担当には、リック・ベイカーが起用され、音楽には、ダニー・エルフマンが起用された。しかし、プリプロダクションに入る直前に20世紀フォックスから、脚本を書き換えるように求められ、ピーター・ジャクソンとフラン・ウォルシュが、脚本に加わり、時代背景が、ルネサンス期に変更された。ストーリーも、 猿の指導部が人類を保護するリベラルな猿類と彼らが創造する芸術を弾圧するという内容に変更された。制作側はロディ・マクドウォールを起用するためにレオナルド・ダ・ヴィンチをイメージしたキャラクターを設定し、マクドウォールは出演を快諾した。しかし、ジャクソンからマクドウォール起用を聞いた20世紀、フォックス幹部は猿の惑星シリーズのファンではなかったため、 マクドウォール起用に乗り気ではなかった。1993年20世紀フォックスはドン・マーフィーとジェーン・ハムシャーをプロデューサーに起用した。また、サムライミとオリバー・ストーンをディレクターとして起用することも検討していた。その後、ストーンはエグゼクティブプロデューサーと共同脚本として参加することになった。ストーンは1993年12月にストーリーについて 文明の崩壊を予言した聖書と秘密のコードを持つ冷凍保全された猿が登場する。これは未来に対する過去の物語であり、私のコンセプトには歴史的事象を予測する聖書がある。はじめに猿がいてすべてを生み出したと述べている。ストーンは脚本家にテリー・ヘイズを起用した。当初のヘイズの脚本では次のようなストーリーとなっていた。近未来の人類社会では、 人類はペストによって絶滅寸前にあった。遺伝学者、ウィル・ロビンソンは、ペストは旧石器時代に遺伝的に組み込まれたものだと論じ、妊娠中だった同僚ビリー・レイ・ダイヤモンドと共に、石器時代にタイムスリップして原因を探ろうとした。そこで二人は、人類がドレーク将軍の率いる進化した猿類と生存戦争を繰り広げている事実を知り、その中で二人は、 アビという次の進化の段階を経た人類の症状を発見する。戦場の中で、二人はサル類が人類を死滅させるウイルスを開発したことを知り、二人は協力してウイルスからアビを守り、未来の人類の生存を確保する。人類を守った後、ビリー・レイは男児を出産し、アダムと名付けた。 脚本を読んだピーター・チャーニンは、私が読んだ脚本の中で最良のものだと絶賛した。チャーニンは、リターンツー・ザ・プラネット・オブ・ザ・イップスの続編や、スピンオフのテレビドラマの制作に期待していた。1994年3月には、アーノルド・シュワルツネッガーのロビンソン役での起用が、決まった。また、特殊メイクには、ベーカーの代わりに、スタン・ウィンストンを起用し、監督には、 フィリップ・ノイスが起用された。しかし、20世紀フォックスは、ヘイズの脚本に対するストーンの解釈に不満を抱いた。マーフィーは、テリーは、ターミネーターを書き、フォックスは、原始家族、フリント・ストーンを望んでいたと述べた。20世紀フォックスは、コメディ要素を盛り込むように求めたが、ヘイズはこれを拒否したため解雇され、ノイスも、繊維と制作のため1995年12月に、 監督を離れた。その後、ストーンも他の映画の制作に専念するため降板し、チャーニーンはトーマス・ロスマンを監督に起用した。その後、ロスマンに代わりクリス・コロンバスが監督に起用され、コロンバスは猿がスキーをするシーンのテスト撮影を行ったが、マーフィーは全く意味のないテストだったと述べている。コロンバスはさらにサム・ハムを共同脚本に起用した。ハムは 我々は、最後の猿の惑星のオマージュ要素を脚本に盛り込む。また、ピエール・ブールの原作小説の要素も多く盛り込む、つもりだと述べた。ハムの脚本では次のような物語となっていた。ニューヨーク港に、猿の宇宙飛行士が操縦する、宇宙船が不時期し、未知のウイルスが蔓延し人類が絶滅寸前となる。アメリカ疾病予防管理センターの 職員スーザン・ランディス博士とエリア51の科学者、アレクサンドル・トロイ博士は、下毒剤を見つけるため猿の宇宙船に乗り込み道の惑星に向かうが、その惑星では、ザイアス教の率いる猿類が、文明の支配者として人間狩りを行っていた。ランディスとトロイは下毒剤を見つけ地球に帰還するが、二人が、帰還した地球では74年間が経過して、猿の文明が成立しており、 自由の女神像は猿の顔に彫り直されていた。主演は引き続きシュワルツネッガーの予定となっていたが、1995年後半にコロンバスはジングルオールザウェイ制作のため降板し、20世紀、ホックスは1996年1月にローランド・エメリッヒに監督就任を打診した。同時にタイタニック制作中のジェームズ・キャメロンにも監督就任を打診したが、 彼は、タイタニックの工業的成功後に打診を断った。また、シュワルツェネッガーも、イレーザーに出演するため降板し、マイケルベイからも監督を断られた。チャーニンとロスマンは再び、ジャクソンを脚本に起用するため交渉するが、1998年に、マクド・ウォールが死去したことを理由に断られてしまう。1999年に、ウィリアム・ブロイルス・ジュニアが、 新しい脚本家として制作に参加した。20世紀フォックスは2001年7月の公開を決定し、2000年2月にティム・バートンが監督に起用された。バートンは私はリメイクや続編を作ることに興味はありません。しかし私は多くの人と同様に猿の惑星に影響を受けました。私はリーマジネーションすることに興味を抱きましたと述べた。 翌3月には、リチャード・ディー・ザ・ナックが制作に加わった。バートンは、ブロイルス・ジュニアに、新しい脚本を書くように指示し、制作費は200万ドルを想定したが、20世紀、フォックスは100万ドルを提示した。2000年8月には、ローレンス・コナーとマーク・ローゼンタールが、脚本に加わった。ブロイルス・ジュニアは、コナー、ローゼンタールと共に、脚本の練り直しを行った。 元々の脚本では、ヘレナ・ボナム・カーターの演じるアリは王女だったが、元老院議員の娘に変更された。撮影は2000年10月に開始する予定だったが、予定が遅れて11月16日から開始され、2001年4月に終了した。撮影場所には、第1作の撮影が行われたパウエル湖でも、行われたほか、リジックレスト、ハワイ、カルバーシティのスタジオで撮影された。 台本には秘密保持のため、結末が書かれていなかった。20世紀フォックスは、猿の顔を CG 合成することを提案したが、バートンは、ベーカーの特殊メイクを使用することを主張した。また、第一作に出演したヘストンとリンダ・ハリソンが、仮面を出演している。ありがとうございます。